という間に1月も2週経っちゃったんだね。もうすっかり新年ムードもどっか行っちゃったよ。年間52週間しかないうちの2週間だから、もう26分の1が終わったってことだね。早い早い。そう言われるとあんまり速さ感じないけど、365分の14が終わったわけですよ。ああ、もう早いのか遅いのか分かんなくなっちゃったよ。ミーティングしよう。ピクシスの夜空の下でミーティング。皆さんこんばんは、ピクシスの豊田萌衣です。皆さんこんばんは、ピクシスの伊藤美久です。この番組は私たちピクシスが月曜から木曜までの4日間、ビルの屋上という夜空の下で二人っきりの秘密の会議をお届けしていきます。ということで、この番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、木曜日はこちらのコーナー、私の残像。リスナーさんの記憶に強く残っている残像エピソードを送ってもらうコーナーです。なぜかずっと忘れられない光景や自分だけが未だに覚えている物事を募集し紹介していきます。はい、ではメール紹介していきましょう。早速、ピクミンネーム男だけど JK さんからいただきました。ありがとうございます。ピクさん、もえさん、こんばんは。こんばんは。私が未だに覚えている残像は小学校1年生のマラソン大会です、うん、私は当時周りよりダントツで足が遅く、うん、当然ながらマラソン大会でもミリ街道まっしぐらでした、うん、しかしなぜか自分の後ろを走っている人の気配を感じるのです、うん、振り返ってみると、なんと私の後ろで校長先生が後ろで一緒に走ってくれていました、うん、その時から16年経った今でもその光景が鮮明に脳裏に焼き付いています。トラウマじゃない？怖くない？怖くっててさ、それトラウマの記憶じゃない？なんか気配感じる。俺絶対ビリなのになんか後ろに気配感じる。校長怖くない？校長いたら。怖い怖い、トラウマよ。ずっとなんか見られてたんだっていうのも怖いじゃん、ね、あったかエピソードに感じるけど、ホラーだよ。ホラーだよ。ずっとなんか監視されてたのかなとか。怖い怖い。声かけたらいいのにね、校長先生のさ。あとその優しさが逆にしんどい。ね、しんどい。いいよ。痛い。もう、待ってて。脇腹に染みる。やめてくれ。一緒にやんなくていいからってなりますね。トラウマの記憶だよ、それ。確かにトラウマ系も残るよね。なぜかずっと覚えてるんですよね、じゃない。それトラウマだよ。なぜか。じゃあ続いて、ピクミンネームクミさんから。私が小1で懇談会に参加している母親を待っていた時のことです。懇親会？懇親会？この、近くに同い年の男の子がいて、その子はノートに図鑑に載っている漢字を書き写していました。当時マス目のノートは算数の授業でしか使ってはいけないと思い、必死に書いちゃダメだよ、先生に怒られるよと止めていました。今思うと少し恥ずかしい思い出ですが、男の子が書いていた文字もわかるくらい鮮明に覚えています。ノート、図鑑に載っている漢字を書き写していた。ノート、マス目のあるノートなんてあったっけ？あったあった。え、ちょっと覚えてない？全然覚えてない。ありましたよね、算数の時間にちょっと小さめのマスがバーってあるやつ。全然覚えてないよ。嘘。私じゃあそのマス目に従ったことないじゃん。まあ確かにトヨタさんだったらそのマス目に従うことはなさそうですけど、ね、全然記憶ないの。そうだよ。でも確かに学校の記憶も残りやすいですね。ノートの記憶がないわ私。ノート？うん、ノートは絶対に使ってるはずだよ。ちなみにノートの記憶がない。ノート使った記憶ない？うん、全然ない。それはやばすぎる。そんなわけないじゃん。全然ない。それはないよ。絶対ある、絶対ある。絶対使ってた。絶対ある。連絡帳とか使ったことない？連絡帳、自由帳とか。自由帳はある。授業中に使うやつは、なんかマス目書いてあったりさ、国語のやつでさ、あの縦書きに書くやつとかはさ、本当にノート写さなかったんだよね。よくここまで来れた。おめでとう、すごいよ私。本当にありがとう。本当にノートを見ずにここまで出世した人はいないかもしれないから。日本人、日本人で初めてノートを使わずに出世した女。ここまで出世した女、すごい女です。生きていけてる女。すごいね。すごい称号ですよ、それは。やった、うん、全然覚えてないの。使ってたんだろうけどね。続きまして、ピクミンネームクレイジークレイヨン藤本さんからです。小
学校低学年のある日、公園の隅で砂を集めて遊んでいたのですが、集めていた砂の中から誰かが落としたであろうお菓子が出てきました。あら。そして何を思ったのか、私はそれを口に入れそのまま食べてしまいました。その後体調を崩したりはしなかったのですが、あまりに突飛な行動に自分でびっくりしてしまったことを今でも時々思い出します。自分でもびっくりしたんだ。誰か、出てきた、何者かに操られてた、食べちゃったあ、びっくり、食べちゃった、リトル藤本が食べちゃった、食べちゃった、食べなさい、食べなさいってここで言ってたんですごいな。そうだよ、あ、食べちゃった、食べちゃうな、私も食べちゃダメなんよでもちっちゃい子だったら確かに、うん、うわ美味しそうって思っちゃうのかな。お菓子はだってもう宝物だもん。だし袋に入ってればいけるしよって思っちゃうよね、うん、宝石出てきたと思うよ子供から。そうだよね、だって砂で遊んでたらね、出てきたわ、すごいじゃん。お菓子出てきたわ、嬉しいよね。いいな、それは確かに残りますね。そういう記憶あるな私も。ういし、いいね、みんな記憶あるね。うん、ね、ピクミンネーム小次郎さん、ミクもし、こんばんは。こんばんは。私が覚えている初めて食べた激辛料理はマーラータラーメンです、うん、家族がいつも出前を頼んでいる中華料理屋さんで、父が注文していたのが麻婆ラーメン、麻婆か、いつも美味しそうに食べていたので、私が食べたいと言っても辛いからダメと言われていました。それがある時、今日から食べていいよと言われた時があり、初めて麻婆ラーメンを食べたのですが、あまりにも辛くてむせながらも美味しいと食べていました。あー、食べ物系の初めてね。美味しそう。食べ物系の初めて何も覚えてないや。え、なんか初めて、うん、なんかなんだろう、焼肉食べたとか、初めてお寿司食べたとか。覚えてない。初めて納豆食べたとかない？全然覚えてない。ある？あー、でも初めてずんだシェイク飲んだ時にすごい感動したの。ずんだシェイク仙台行った時絶対にみんな飲むやつ。初めて、そう、マツコがずっと美味しいってテレビで言ってて、うん、行ったら飲もうって思ってて、やっと仕事で行けた時初めて飲んで。それは最近の記憶確かに最初、最初の記憶だよ。覚えてなかったら怖い。あ、そうね、うん、確かに、ね、昔の本当に人生で初めて何かを食べた。覚えてないね。でしょ。それはなかなか覚えてないな。美味しそうですけど、まあ辛いっていうのもね、痛いと一緒で記憶に残りやすいよね。フカヒレの味がないなって思った記憶はすごいある。フカヒレにないんだよね、スープの味だから。なんで高いんだろうって思ってた。ということで、リスナーさんの記憶に強く残っている残像エピソードを送ってきてください。以上、私の残像でした。ビクジスの夜空の下でミーティング、ピクシスの夜空の下でミーティング、そろそろエンディングの時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net、 pixis_rf@joqr.net、 ピクシスの綴りは pyxis です。はい、ということで第375回目の放送いかがでしたでしょうか。記憶に残って、私最近思い出した記憶に残ってることあったんだけどさ、花盛りの君たちへを、花壇、そう、花壇は花より団子だけどね、イケパラね、イケパライケパラの方を見てた時めっちゃお腹痛くなって、うん、めっちゃお腹痛いけどどうしてもイケパラが見たくて、うん、でもお腹痛いって言ってた時にちょうどその堀北真希さんが車から出てくるシーンだったっていうのを思い出す。めっちゃ覚えてる。そうで、海に行くっていうシーンだったっていう。私その系の記憶で言うと、ミルモデポン見てる時にシゲキックスを食べて気持ち悪くなって吐きながらミルモデポン見た。辛いね。それ辛い思い出。辛い思い出。辛いけど見たいんだよね。わかる。見たいんだよな。わかる。はい、それでは今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手はピクシスの豊田萌衣と、ピクシスの伊藤美久でした。また来週この屋上で会おうね。バイバーイ。